今日はですね、ジャレド・ダイヤモンドの文明崩壊から崩壊しなかった文明を紹介したいと思います。ジャレド・ダイヤモンドが崩壊しなかった文明の一つの例として挙げているのが日本ですね。文明崩壊のパターンっていうのは、人間が入植してですね、そこにある、山に生えている木を伐採してそこに畑を作ったりしてですね、過剰にこう、土地から、作物を収奪することによってこう人間が人口を増やしてですね、そして、土地が痩せてしまってですね、荒れ地になってしまって、今まで積み上げてきた人口をトータルで支えきれなくなって、人口崩壊が起こることによって、文明がですね、消えてしまうっていう、そういうふうなこう、文明崩壊の過程があるんですけれども、日本の場合ですね、その文明崩壊の過程をですね、途中で押しとどめたっていう、そういうふうなことをジャレド・ダイヤモンドは言っていますね。私たちですね、こう日本に住んでいると、木は勝手に生えるもんだっていうふうに思ったりするんですけれども、実際はそうではなくてですね、実際の現実の日本っていうのは、江戸時代の初期あたりから、森林資源を強力に保護し始めたっていう、そういうふうなことらしいですよね。森林資源を保護っていうかですね、自然を愛するとか、そのようなジャレド・ダイヤモンドが言うにはですね、簡単な考え方によって、このような森林保護っていうものが始まったっていう、こういうふうなことを言ってるわけではなくて、ちゃんとしたですね、合理的な理由に基づいて、当時の将軍たちがですね、代々そのような森林保護の政策を、取り続けて、他の大名たちにも強制してきたっていう、その結果、現在の、豊かな森林資源が日本に残されているっていう、そういうような状況になっているんですけれども、これ確かにですね、その通りだなっていうふうには思いますよね。江戸時代の半ばになるとですね、山の管理が強化されてきて、この山にはこうどんな木が何本生えているかっていうのを、詳細に、数えてたりしたんですけれども、例えば、三菱グループの、創始者である三菱 の、 あの岩崎弥太郎なんていうのは、土佐の山、若い頃ですね、土佐の山奥で木を数える仕事をしていたっていう、そういうふうなことがあったりして、このような木を数える仕事っていうのはやはりこうに日本人のですね、細やかなメンタルから来ているのかなっていうふうに思っていたらですね、実はそうではなく、そのように将軍が仕向けたっていう、中央政府がですね、そういうような政策を取った結果であるっていう、そういうようなことに、なるらしいですね。そしてこのようにですね、森林資源を強力にこう、保護するような政策を取ると、農業生産もですね、頭打ちになってくるんですよね。牛とかのこう、飼料とかもですね、森林から、調達してくるんですけれども、このような、森林を保護するっていう、そういうような理由で、牛の飼料っていうものが、取れなくなってきたんで、江戸の半ばぐらいからですね、牛の頭数っていうのが減ってきて、こう牛に仕事をさせるのではなく、人間自ら仕事をするっていう、そのような観念が発生してくるっていう、そうして、人口がですね、このような強力なこう森林抑制策に伴って、こう人口が今までこう江戸、室町末期あたりからどんどん人口が増えるんですけれども、このような森林抑制策によって1700年代に入ると、こう全然人口が増えなくなってくるんですよね。そして再び人口が増え始めるのは、明治維新の、ちょい前あたりからなんですけれども、1700年から1850年まで全く人口が増えないような状況が150年ぐらいこう江戸時代続いたんですけれども、これの原因っていうのは結局ですね、森林抑制策っていう、江戸幕府によるこう森林保護策っていう、そういうふうなことに帰結するという、そういうふうにジャレド・ダイヤモンドは言っていますね。そしてですね、このような森林、保護策によって、人間個人のですね、日本人の意識みたいな、そういうことも変わってきてですね、民族学的に考えると、民族学によるとですね、江戸時代の半ばあたりから通俗道徳、日本人のこう間にですね、通俗道徳っていうものが発達してくるっていう、そういうことが明らかになっていて、通俗道徳っていうのはどういうものかっていうとですね、
例えば人のものを盗まないとか、真面目に働くべきだとかですね、まあ、そのような考え方ですね、本当の通俗道徳なんですけれども、このような通俗道徳が、発達してきて、これがですね、現在の日本人のメンタリティの多くを形作っているっていう、まあ右翼の人たちがですね、こう根拠にする日本人らしさっていうのは、このおそらくこの通俗道徳が根拠になるだろうというふうに思うんですけれども、このまあ、嘘をつかないとかですね、物を盗まないとか、真面目に働くとか、このような通俗道徳の、まあ、起源っていうのはですね、何千年も昔にあるわけではなくて、このですね、まあ、江戸時代の中期から発生してきているっていう、まあ、そういうふうなことが民族学的に明らかになっているんですけれども、このような通俗道徳の、まあ、原因っていうのが、まあ、江戸幕府による将軍によるですね、森林政策の保護っていう、そういうようなことで、なぜですね、森林政策の保護が通俗道徳になるのかっていうと、まあ、ある森があってですね、その森に、まあ、よそ者がですね、勝手に入ってきて勝手に木を切ってもらっちゃ困るわけですよね。そのように、まあ、ある森はですね、この村が管理して、その村がですね、まあ、よそ者がその森に入るのを拒否するみたいな、で互いが互いの村の、まあ、森林っていうものを、まあ、大事にし合おうっていう、そういうようなことがですね、まあ、上からのお達しによってある種こう強制されているっていう、そしてその強制がですね、ある時期を境に、まあ、日本人の心に内面化されていくっていう、そういうふうなことになって、そのような森林政策のこう内面化が通俗道徳っていう、そのようなものとして、まあ、江戸時代の半ば頃から現れてくるっていう、そういうふうなことになると思いますね。このようにですね、まあ、江戸幕府のこう森林政策、森林の保護政策によって、まあ、日本のこう江戸中期からですね、人口が増えなくなって、そして、まあ、江戸の中期からですね、通俗道徳っていうものが現れて、現在の日本人のメンタリティを形成しているっていう、そういうふうなことになると、まあ、この文明崩壊からですね、私は考えたりしますね。これですね、まあ、日本はですね、まあ、運よく、まあ、森林政策を保護してこう、まあ、至る所にですね、森が、まあ、山があって木があったりするんですけれども、こういうの実は当たり前ではなくて、北朝鮮とかですね、あの土地はかわいそうなぐらいこう山がですね、こう、まあ、はげちゃってるみたいな、なんかそんな感じになっていて、Google でこう、まあ、北朝鮮のこう上からですね、ずっと見ていくと、なんかこう、もう土がこう現れちゃってるような山がですね、こういっぱいあるんですよね。まあ、北朝鮮とか寒いんで、こう木を切ってですね、暖房とかにしちゃって、森林資源が現在枯渇しているんじゃないかっていうふうに私思ったりするんですけれども、あのようなことになってしまってはですね、取り返しがつかないなっていうふうに思って、まあ、早急に、まあ、なんとかしようもないんですけれども、なんとかしなくてはいけないかなっていうふうに、まあ、ちょっと同情したりはしますね。このように日本はですね、うまくこう森林資源を管理することによって、まあ、その分コストはあるんですけれども、人口が増えないとかですね、まあ、人口を増やさないように間引きしたりとかですね、そのような習慣が根付いてしまうとか、そういうふうなこう負の側面はあるんですけれども、まあ、トータルとして崩壊を免れるっていう、まあ、不愉快な事柄をですね、まあ、最大な不愉快なことから日本は免れたっていう、そういうふうなことに、まあ、江戸時代の中期においてですね、なるだろうっていうふうに私は考えたりしますね。今日はですね、ジャレド・ダイヤモンドの文明崩壊から、まあ、崩壊しなかった文明、日本文明について、まあ、ちょっと考えてみました。今日の動画は以上になります。